にちは、ジュンズ株式会社の山中と申します。私どもジュンズは、今回ですね、今とっても盛り上がっている、スポーツ中継のですね、動画配信とか、もしくは、通常の、収録とかですね、そういうのにとても役に立つですね、機材の方を作りました。実際にはですね、これライブスポーツ、ライブスタジオスポーツという商品なんですけども、具体的にはですね、例えば野球中継とかって言いますと、すごいたくさんの人数とですね、すごい量の機材が必要になるんですけども、そちらをですね、例えばカメラはですね、リモートカメラを使って、何箇所かに置いて、スイッチャーの方で無人でこう操作できる。でそのカメラも、1台1台、すごく低価なものを作らせていただいて、にもかかわらず、CCU 的な機能を持って、明るさとか色味とかですね、いろいろこう他のカメラとの、同期というか色合いを調整したりできるようになっています。でそれをですね、一つの、機材の方で受けまして、でこの機材の中にはですね、最初から、野球、サッカー、ラグビー、バレーボール、あとなんかこういくつかのですね、主要なこうスポーツ用のテロップソフトが入ってまして、でそのテロップソフトの中にエクセル等で表を入れておいて、やると簡単にそこに得点とかですね、全員のメンバーとかですね、今日の対戦のなんとかとか、そういうのをこうテロップできるようになってまして、そちらをこうその同じ機械の中でスイッチングしながら、例えば収録してですね、それもパラに収録したりしながら、それを同時に、ネットで配信したり、ケーブルテレビとか地上波で配信したりすることもできます。またさらにですね、そちらの方を、後々ですね、その競技の、スタッフの方が、今日の、戦いについてどうだったかっていうのをこう、振り返ってですね、いろいろこう検討したりできるようなですね、後々のこうコーチングシステムといいますか、スロー再生してですね、今日の、動きはどうだったかとかっていうのを見たりするようなところまでこうひっくるめた、スポーツ全般にすごく役に立つ商品を、すごく小さな量で持ち運べて、しかも価格的にもリーズナブルのを作っておりますので、ぜひGoogle で JUNS ジューンズで、検索して、私どものホームページ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。